毎日炭酸 Sparkling Every Day。 炭酸美容家の高橋ひろみです。今日は実はすっぴんなので、ちょっといつもより遠くからお届けしています。今日実は、針を顔にねやってもらいました。顔だけじゃなくて体もやったんですけど、針をやってもらって、それでなんとなくメイクをするのやめようと思ってそのままにしています。針はこう針を刺すと、その刺したところが傷というふうに認識して、そこに血液とかが集まって、で血流が良くなったりするそうなので、むくみとかこうクマとか、肌荒れにもいいというふうに聞いています。どういうふうになるのか明日楽しみです。さて今日の炭酸はこちらです。ウィルキンソン、ウィルキンソンレモンフレーバーということで、レモンの味がするものです。実はこれ香料入っているもの結構あるんですけども、フレーバー入りの場合は、お顔には使わないようにお願いします。ちょっと刺激になるかもしれないので、なので、フレーバーのものは、全て飲むようにしてください。じゃあね、またね。毎日炭酸 Sparkling Every Day。 See you next time. Bye.